東京ヴェルディ背番号23番田村直也です。この度今シーズン限りで現役選手として引退することを決めました。仙台時代にお世話になった皆さん、東京ヴェルディに来てから帰ってきてからお世話になったサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。僕はこのクラブの育成組織で育ちました。中学高校とこのヴェルディのエンブレムを着て練習することがすごく誇りを持ってやっていましたし、プロとしてこのチームに帰ってくることができて本当に幸せでした。またヴェルディでの生活ではサポーターの皆さんに支えられて、苦しい時も辛い時も皆さんの声援に何回助けられたことがあったか分かりません。本当にありがとうございました。まだ今シーズンは続いていきますので、引き続き、僕自身と東京ヴェルディを強く後ろからサポートしていただければ助かります。そして僕が選手としていなくなった後も、今関わり続けている後輩たちがこのヴェルディのために体を張って、必ず皆さんをあるべきところに戻して、もう一度東京ヴェルディが輝ける時代に持っていくと思いますので、必ず信じてついていってあげてください。僕がこのクラブに帰ってきて J1 に上げるという強い気持ちでやってきました。今シーズンなかなか試合に出ることができず、自分自身もまた応援してくれるサポーターの皆さんにもなかなか活躍する姿を見せることができなくて苦しみましたが、自分自身練習から全ての力を出し尽くしてやってきました。評価するのは自分ではなくて監督であったり、そういった人が評価する部分であって、自分としては常に練習からやりきってきました。家族であったり応援してくれるサポーターやクラブ関係者やスポンサーの皆さんや、テレビ越しで応援してくれる仙台の皆さんに少しでも返せるように頑張ってきました。そこだけは胸を張って引退したいと思います。最後になりますが、支えてくれた皆さんには本当にこのコメントで感謝が伝わるかは分かりませんが、精一杯頑張ってきたことだけは胸を張って引退します。本当にプロ13年間、そして産んでくれた親、皆さん本当にありがとうございました。ギャリージョン・ホワイト、完全を走らせようというボールでした。追いつくのか、ルーキーの大石。石竜平。トーム低い、めちゃくちゃトーム低いじゃないですか。冷める。でも、入っちゃうな。3、2、1。いや、入ってる、やっかーい。面白くなりたいな。いや。横浜
で